皆さん、こんにちは。ベーシストの藤谷一郎です。本日の動画はですね、ウッドベースにポジションマークをつけてみたということでやっていきたいと思います。はい、ウッドベースね、もともとそのポジションマークというか、そういうのがね、エレキと違って全く何もないですよ。もうのっぺらぼうみたいなんですけど、まあ、僕もね、それでね、もうん十年やってきたわけでうん十年、やってきたわけなんですけど、ついにね、ポジションマークつけてみたくなって頼んだんですよ。で、 ちゃんとね、かっこよくついてきました。とイイいうわけでですねこの動画ではですねウッドベースにポジションマークなんかついてたら便利なんだけどそれどうなのみたいな思ってる方のね参考になればと思います。是非最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。 いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではベースやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それとですね、チャンネルメンバーシップなどやっていますので、このチャンネルの活動を応援していただけたら嬉しいです。えっとですね、まあ、まず、そのウッドベースに、 ポジションマークをつけるのはどうなんだっていうまあ話、実際あるわけなんですよ。まあ、僕の知り合いのね、もともとエレキベースやってて、まあ、ウッドベースを始めた人で、やっぱりちゃんと習わなきゃって,言ってまあクラシックの先生に習いに行ったんですね。そたじゃあまずこの、 シールを剥がすところから始めようかって言われたっていうね話があるぐらいなんでまあ元々やっぱりエレキやってた人がウッドベースに行くとですねここにそのシール貼りたくなるんですよまあ僕も実際貼ってましたしこれがねもう何にもないととにかくね何が何だか分かんないわけですよのっぺら棒でコントローバースってそのポジション指のこうねポジションっていうのがあるわけなんですけどそのポジション練習もしっかりして音程っていうのは目で見るんじゃなくてもう手のこの形位置 でしっかりもう日々の練習で覚えましょうっていうのがまあ基本なんですけれども正直エレキベースをやってた人とかでねポジション練習とかはねそんなに一日何時間も練習取れないじゃないですかでもウッドベースは弾きたいみたいなそんな時にやっぱりまあポジションマークあるないだとね、まあ、だいぶその敷居が違うというか と思うんで、すよねでまあ、よくまあ、邪道だとか、まあ、言われたりするんですけど、まあ、僕は、結局、そんな風には、まあ、全然思ってなかったんですけど、まあ、なんとなく、ポジションマークをつけるっていうところまではちょっと踏み込めなくてですね、まあ、ここにシールを貼ったりですね、あとね、ハイポジションによくね、この、ね、鉛筆でね、印とかつけてたんですよ。そうすると、まあ、いざっていう時に、こう、ちょっとまあ、 心心の安心感というかまあそんな感じでレコーディングとかあるともうすぐもうゲーってこうね描いたりとか、まあ、してたんですけどもう、まあ、なんかね最近やっぱレコーディングでもまあそんな機会があっていやいやもういい加減つけた方がいいんじゃないかと思ってね、まあ、実際つけてみましたそしてえ今回ですねポジションマークをつけてもらうのにお願いしたのはですね所沢にある原罰や さんというねあのコントラバスの工房でして、そこをねほんとね最近1年ぐらいねまあよく行かしてもらってるんですけど、本当ねもう調整とかもですね素晴らしくてですね本当におすすめなのでぜひ行ってみてください。そこの方はですねあの。 楽器だけじゃなくてね、そのピックアップとか、あとね、プリアンプ作ったりアンプ作ったり、そういうね、電気関係にもすごい精通してる方でですね、本当にそのピックアップ直してもらったりとか、もちろん楽器もね、このコマ削ってもらったりとかですね、ピックアップつけてもらったりとか、いろいろね、やっていただいて、本当にね、すごい、価格もね、良心的でね、本当おすすめの工房なのでね、あの、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。 でではですね、早速あの僕がつけてきたポジションマーク見ていきたいと思うんですけどえっとね見えますかねまずここねこのサイドこのまあエレキベースとかと同じですけどここにですねはいこの辺にですね、まあ、3、うん、そして57とこうね3箇所ここにつけていただきましたそして本当機能的だなと思うんですけど その9フレット以降っていうのはですね、まあ、エレキベースは全部ここにこう並べられるはずなんですけどウッドベースの場合、まあ、ハイポジションでこのまあ4弦とか弾くことあんまりなくてここを見ながら弾くっていうよりもまあ芝の方がこう構え的に見えるわけですよなのでですね、まあ、9フレット以降はこのね指板のね1弦と2弦の間ここに入ってます見えますでしょうか9 12はい、まま入ってます僕はですねあんまりハイポジションそんなに引かないのでまあ17まであったら十分かなと思ったんですけどなんかこう出来上がってみたらまあどうせだったら19とかなんか入れときよかったかななんて気持ちもなくはないんですけどまあまあまあでも。 まあ、実際これぐらいしか引かないのでね十分だと思いますもちろんねあの希望したらもう24フレットとかねそれぐらいまで入れてもらうこと全然可能だと言ってましたでも僕はまこれぐらいでいいかなと思って入れましたあんまり多いとちょっと見た目がうるさくなるかななんて思ったりしたんですけどはいそしてですねこのねちょっとポジションマークがねよく見るとかっこいいんですけどこれね貝なんですよ で、まあ、選べたんですけど、真っ白っていうやつと、貝っていうやつと、あとね、真っ黒っていうやつもあって、まあ、真っ黒っていうのは、要はパッと見、ポジションマーク入ってるかわからないけど、本人は見えるみたいな感じなんですけど、あのね、やっぱりね、暗い会場だと全く見えないらしいので、だからほとんど黒をつける人はいないと言ってました。はい。なんですけど、この貝ね、一個一個やっぱり模様がね、ちょっと違っていてね、結構つけたらおしゃれなんですよね。なんか見た目も全然悪くないな、みたいな。 むしろちょっとかっこよくなったんじゃないなんて思ってねかなり僕気に入ってますそして、まあ、やっぱポジションマークをねつけることでメリットといったら、まあ、もちろんそのポジションが一目で分かるここまあ12フレットですけどっていうのはまあもちろんなんですけどなんかねその何にもない状態のこの指板を見るよりはこのポジションマークをはっきり 見えた方がですね、なんかプレイの感じがちょっと変わるんですよ。そのね、エレキベースみたいな感じの気持ちで結構弾けるようになってですね。まあ実は僕、エレキもウッドも弾くんですけど、なんかね、全く別物の楽器みたいな感じで捉えていて、その手癖フレーズとかも全然違うんですよ。ウッドとエレキで。なんですけど、意外とこのポジションマークつけるとですね、エレキでよく弾くようなフレーズもちょっと弾きたくなるというか。 はいこんな感じでですねまあ僕はもうほんとポジションマークつけてよかったなと何、まあ、な,ならもっと前からつけときゃよかったみたいな気持ちになっています本日の動画は以上となりますいかがでしたでしょうかはいポジションマークね本当に僕まあつけてどうなのかなと思ってたんですけど本当にねつけてみたら意外と違和感どころか最高みたいな 気分なんでね本当にもうちょっと早くつけりゃよかったみたいな気持ちになりました。はい。あのポジションバンクね、ちょっとつけようかどうしようか迷ってる方の参考になればよかったです。このチャンネルではベースシステムに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとですね、コメント欄に動画の感想や疑問質問などあれば、ぜひぜひいろいろ書き込んでもらえればお返事しますのでよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。